あの久々にあれですね名前を言っちゃうっていうびっくりしたついに言ってしまったんだこの人はもう言っちゃった自分で言っちゃったってって自分で言っちゃったパターンバレる前に言っとこう呼ばる前に言っちゃうパターンでもうここに書いてありますメッセージいただいておりますまたろくなこと言ってないんでしょうねもう予想できますけどんとなくわかりますけどドラゴンアッシュからのメッセージですこちらです俺オズフェスも見に行ってるかなあそっかそっかあの。 久々にホルモンのライブ俺見て元気もらいてんだよっつってホルモンに入れてもらってスラッシュの2列目 2> <laughs> 俺場所取り調べてる <laughs> すげえすげえ鋭角的にホルモン見てもうチケットだけっていうねでもライブはさすがでしたよ日本人取りだったから<ー>すごいホよったすごいよねでもね、うん、本当。ト大輔は、うん、コンパばっかやってて母ちゃんと <laughs> 昔金がなさすぎて、うん、ツアーの時とか高速のサービスエリアで、うん、トラックのうんちゃんたちが残してった弁当食ってたかん、ね、マジで少年、うん、性根が腐ってっから性根が腐ってんだよあの人行かれてんなやっぱやすごいなああっていうところで ママキシムザホルモンの「ギンギラギンにさりげ肉」をお聞きの皆さんそして大輔はん奈緒ちゃんおはこんばんちは言うてねこれ言葉の意味はよくわからんがねとにかくすごい星座ようんうん。ドラゴンワッシュの古谷健二と櫻井ですよはいどうもこんにちはこんばんは何おはこんばんちはですよそれはよく会ってますからねライブだ 酒だ,なん酒だなんでね、はい、改めてこうマイクを通して第三者の前で、うん、こんな喋ることなんてもう何一つないですけど、ね、うもうだって大輔はんと奈緒ちゃんが美味しくなるっていう必要がないからねもう俺らがなんかこう言ってさ知らないわけじゃん、うん、こう本人達はしかも本当は大輔はんと奈緒ちゃんが、うん、プライベートでは一言も喋らないっていうのはさ、うん、もう タブーなわけじゃんそれは絶対言っちゃダメだよすげー面白い人たちっていう風になってるけどマジ一言も喋んないからマジオンエアでそういうこと絶対言っちゃダメだからね楽屋とかでね一言喋んないって絶対言っちゃダメ意識して体重もキープしてるしねタケユみてえにそれやばいそれちょっとやべえな細くなったなみたいにニューシングルヒアイアムが好評発売中でどうですか桜井さん言われたあの なおちゃんにも聴いてほしいんじゃないですか、うん、このテクニックあふれるドラマねそうね,そうねやっぱドラマーとしてはあのー、なんだろうね、あのー、技術的にも詰め込んだ感じはあるんで、うん、まあでもなおちゃんのがやっぱうまいんじゃないドラムはお,<ー>お前のがうまいだろそれ初のライブ映像作品ライブピースもリリースということで、はい、これ見せたんじゃないですか大輔はんにこれ大輔はんに見てもらってねパフォーマンスのこういうもんだっていうね、うん、でも大輔はん いいいんじゃなですかパフォーマンスお前のいいっしょ夏フェスなどもねたくさん控えておりましてホルモンともきっと合うんじゃないですかいっぱい絶対合いますね現場でまたお互いいいライブして他の人には味わえないいいお酒をね美味しいお酒を飲みたいと思いますはいということで「ドラゴンワッシュ」の古谷健二と桜井誠でしたお疲さまでしさまでした あのドラゴンアッシュのドラムのね、さくとね、さく、うん、ちゃんと、うん、あとはそうだね、あのー、アルバムもリリースしましたけれども、はい、ロットングラフティのドラムのヒロシの二人に関しては、うん、すごいテクニックあるんですよ、よすごいことしてるんです、プレイはね、うん、ただ、うん、その例えばさくちゃんとか櫻井、うんうん、あとヒロシっていうフィルターを通すことによって、なんかそれがね、違って見えてくるんだよね <laughs> でもまあサクちゃんはドラゴンアッシュだからね。 一般層からしたらやっぱうからバンドマンでどうしようもない面を見ちゃってるからさくちゃんのだから何あいつドラム叩けんだみたいな感じになっちゃってるけどやっぱあいつドラゴンアッシュだもんやっぱすごいですよ減ってきてるものあるしやっぱすごいよだからヒロシはやっぱダメだねでもやってることはすごいことやってるけどねんかこうやってさコメントをさしょうもないコメントさするのくせにさやっぱちょっとしたところの一言がかっこいいよね 他ほ他の人には味わえないうまい酒って何なのロックスターにしか言えないんだけどそんなこと思いもつかなかったんだけどすごいわでもあいつホルモンのゲストで入ったくせにオズフェスオズフェスずっとスラッシュ2列目斜めかてどうする2列目ってパッと横見たら KJ いたらびっくりすんで周りの人気づかなかったのかないや気づくやろ気づくよね ペンパルズのライブをあの渋谷のクワトロ見に行った時に突然 KJ がステージ出てきてダイブした時ぐらいびっくりすんじゃんっ、うんうんうん、びっくりしたあれ俺らおったもんあれ客,席客席でおったもんなあの時普通にペンパルズ見に行ってたんだもんねう,でうわー KJ 出て出てきたドラゴーラーシンマラ。シュやーって言ってたもんそれが今やこんな感じでコメントもらえますからね,ね<ー>ありがとうございます,いですフェスね多分どっか一緒でどっかで一緒じゃないですかねありますからまたその時にあのうまい酒 他の奴らには飲めないうまい酒一緒にわそうかなってそう思ってます。すごいよな。すごいよな。その言葉出てこないよね。ね。またあの多分またあったらケチョンケチョンに多分言うんでしょうけど。うん。あの古谷君はあの僕年上なんでね。そうなんですよ。津田くんも年上だよね。年上です。いや何度も言いますけどね。先輩やぞ。人生はにおいては。 ただ、減ってるものの数は違うけどな。<laughs> <laughs> 重みが違うけどな、うん。うん、ペラペラやけどな。一応、あのー、多く生きとんね。<laughs> もうちょっと丁重に扱って。